能登半島地震から今日で2ヶ月、県が発表した死者数は午後2時の時点で241人です。その中には伝統工芸、輪島塗の未来を担うはずだった36歳の女性がいました。可愛らしい赤い車が描かれた器。能登の伝統工芸、輪島塗の作品です。私の孫なんですけど、生まれて1歳のお誕生日に、こんなに大きくなったっていうことで何か記念のものをあげたいなって、そんな思いで買いました。僕の器ですよ。僕の大好きな器で、これは自分のものって言って毎日使ってます。彼女の作品はとても可愛くて愛着があって、子供が初めて使う器には最適だと思います。東京都に住む山田恵子さんの孫空くんは、この器が大のお気に入りです。器の作者は島田玲奈さん、36歳。これからの活躍が期待されていた輪島塗の蒔絵師でした。元日に起きた能登半島地震、輪島市河合町で発生した大規模火災で、島田さんの工房を兼ねた自宅は焼失しました。長く安否が不明だった島田さん、2月16日になって県が犠牲者として公表しました。島田さんは北海道生まれの兵庫県育ち。短大を卒業後の2008年、輪島漆芸技術研修所に入り、器の表面に絵や模様などを施す蒔絵の技術を学びました。研修所で担任だった蒔絵師の浦出克彦さんは、当時の島田さんの様子を振り返ります。初めから最後までやっぱり蒔絵って言ってましたから、金の四角い板を見たことないですけど、バーッと貼る仕事あるんです。で、私らなんかすぐ嫌になるんですけどコツコツとやるんですよ、うん、よくやるねって、いやいや好きですからとか、だからやっぱりそういう細かい根の詰める仕事はやっぱり好きそうでした。研修所を卒業した島田さんは2018年、輪島市河合町の朝市通り沿いに自宅兼工房を開き、制作活動に励みました。島田さんが蒔絵を手掛けた作品です。伝統的な輪島塗らしい重厚なもの。一方こちらは可愛らしいおこじょが描かれています。その頃島田さんは私たちの取材に対し、蒔絵の魅力をこう語っていました。貝とか金とかって加工できるってことがすごいワクワクして、好きな動物とか好きな柄とかのものがなかなか手に入らないっていうのがあるので、そういうものが好きな人が見て、ああこれ欲しかったんだと思ってもらえたら嬉しいなと思って作ってます。島田さんは輪島でのワークショップに積極的に参加し、地元の人たちとの交流も深めていました。地元っていうのは輪島の人とのコミュニケーションも取れて、だから皆さん島田さん知らない人いないし、まずやっぱり地元に馴染むっていうこと、馴染んでいくってなかなか難しいですけども、まあすんなりと皆さん。輪島塗の未来を担う若手の蒔絵師として、島田さんは輪島市の観光プロモーション動画の撮影にも参加。亡くなる3ヶ月前には制作風景を収録していました。一つ一つ覚えていって、ね、もうやっと一人歩きしている時だったのでちょっと残念ですね。本当にこれからやったんですよね。パッといなくなるんですから、現実性がないのよ、若すぎて。作品に触れた人と新鮮な気持ちを共有したい。島田さんは作品作りの抱負をそう語っていました。お客さんの要望に沿った作品作りに励み、
輪島塗の未来を切り開こうとしていました。私たちの働きでまたなんか面白がってもらったり、あと漆こんなこともできるんやとか、まだまだ明るいなみたいに思ってもらえたら嬉しいなと思います。孫に赤い車の器をプレゼントした山田さん、間もなく生まれる孫にも島田さんの絵の入った漆器を贈ろうと考えていました。娘の子供がまた生まれるんですね。早く頼まなくちゃと思いつつ、あと名前つけてなかったので、やっぱり名前がね入るといいなと思っていつも思ってるんで、あの名前を必ず入れていただくつもりでいたので、本当に残念だけれども、とってもあの私たちにとってはいいものをいただいたと思っているので。地震が奪った若き蒔絵師の未来、それでも輪島塗に新たな風を吹き込んだ彼女の作品はこれからも生き続けます。こちらは島田さんが亡くなる5日前に職人集団彦十蒔絵に納品した作品です。こちらが最後に手掛けた作品となりました。関係者の方によると、漆で白や黄緑などの明るい色を出すのは難しいそうなんですが、島田さんは色漆の調合が得意で鮮やかな色で絵を描いていたそうです。まさに年末ということで、はい、このうさぎ年から2024年の辰年にっていう、はい、本当にそれを表している作品ですよね。はい、そうなんですよ。そして私の今手元にあるものこちらですわ。こちらはこう怠け者が書いてあって、なんか面白い。毛並みがすごく綺麗で立体的ですよね。こちら筋膜ローラーがあって、でさらにステッパーがあって、で腹筋を鍛えるトレーニングという。今までのこの伝統工芸品の常識では考えられないようなデザインですけども、すごいユニークで、はい、遊び心がありますよね。でも改めてこんな未来のある島田さんをバッタ地震って本当に憎いなと思ったんですけれども、でもこの作品っていうのは本当に島田さんの生きた証ですよね。はい、島田さんは地震に犠牲になってしまいましたが、彼女が手掛けた作品は輪島塗の未来につながっていくと思います。うん、以上特集でした。